皆さんこんにちは、ゼロポイント TV のあいかです。今回はですね、第2回目ということで、前回に続きましてマナビという全国で学生さん、そして社会人優秀な方々ばかりを400名もネットワークされてるんですよね。すごいですね。で、その方々が講師に立たれて無料で動画配信をされている、そういう事業をね立ち上げたというあの花房竹継さん、主催者をお招きしています。引き続き特にですね、今回はベネフィットは何ですかという質問を中心にさせていただいてるんですけれども、ちょっと私自身が感じたところでは、通常ですとね、ベネフィットというと学んでいる側、受け手の生徒さんたちに対するベネフィットって結構多いじゃないですか。ただ、ここの場合はですね、意外とその講師に立った人たち一人一人のその授業をしているような、その姿自身がプロモーションになっていますし、有名サイトでのねあれだけこう公開してくれるというような側面も含めて、講師側の方々にとってのベネフィットもかなり高いんじゃないかなと、そんなふうに感じたんですよね。であともう一つはやはりですね、ご本人おっしゃらなかったんですけれども、こちらの場合は、組織とか企業とかでいうと、根幹根っこ、土台というかですね、そういうところがかなりしっかりしているな、バックヤードが非常になんか根強くしっかりしているなっていう感覚をとても受けました。ということで第2回目、また大笑いになっている可能性もあるんですが、お楽しみください。よろしくお願いします。あれでしょ？バイキンちゃんでしょ？バイキンマン。バイキンマン。ドキンちゃんですわね。ドキンちゃん。ドキンちゃんじゃない、バイキンマン。そうそう、悪者の方が落ち着くし。あの黒い感じのでしょ？なんかこう、なんかあるときは。なんか槍持って。そう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 。あれ可愛い。似てる。似てる。目が細いって、それだね。そういうのでしょ？失礼な。じゃあ、そしたらそういうなんだろうな、ベネフィットについて今度ねお尋ねするんだけど、お客様のベネフィットっていうテーマなんで一応ね一応ね相当ね、そういやそれね、じゃあちゃんと答えましょう。いや他のそう一緒にやってる人も責任もあるしね、だからそれはロジカルにきっちり答えを持ったら、それはなんかこうテストで丸がつくような答えはとりあえずございますよね。だからじゃあベネフィット何かしたら、その生徒さんにお客様、そうまずお客様はっきり定義させると、ターゲットユーザーというのは地理的な経済的な格差のもとにある大学受験をしたいと考えるユーザーさんですよね。中高生とか高校生だけ、そう未成年の人とかを中心に考えるんですけど、でこれがユーザーですよね。想定するに対するベネフィットっていうのは、今まで の地元の駅の塾に行かなくても、とりあえず映像に関しては無料で好き勝手に見れますよ、でそれで格差、都会に行っても格差なく授業を、見れるっていう、受験に必要、大学受験という枠組みやるならば大学受験に必要な勉強ができますというのがね、ベネフィットですけど、それは別に良くてですね、どうでもいいんですか。僕はどうでもいいと思って、どういうの、例えばはい、これもここで僕が自分のことうだうだ言う方がいいかなと思ってるんですけど、じゃあうだうだ系で、うだうだ系で、いやだから本当にユーザーのことばっか考えてやったら、例えば今の僕2C ってそのカスタマー向けのエンドユーザー向けのウェブサイトとかってもう久しく変えてないし、あれちっとも良くないんですよね。なんか教室とかって緑っぽいやつね、僕が適当にわーって作って、もう2年ぐらい作り変えてないんですよ。一方で作り変え、もう日々作り変えてるっていうのはバックエンドの生徒が、グループウェアなところとか独自で作って、いや先生をマネージするための組織があるんですよね。なんかその気持ちとしては組織の方がしっかりしてないと、結局継続しないからと思ってるんですけど、それにしたって生徒側のことをずっと作ってなくて、俺個人でその組織全体としてはそれはユーザードリブンで動こうとしてるんですけど、僕個人で言うとほんまにユーザーのこと考えてるんかって言ったら、すごい最近疑問なんですよね。あ、そうなんですか。
とか思ったんですけど、これね、これっていうのは、うん、そのね、幼少期が現代期ですよね、あなたの幼少の頃の経験の中で、ね、今のサービスに深く影響を与えて、うん、ないんですね、本当に、うん、だって、ね、おやーって生まれた時から教育格差おやーっていうわけじゃないですからね、うん、で、いつから言い出したんだとかいうのがこれだと思うんですけど、そうさっきちらっと母子家庭とかって言ったんですけど、ね、だって僕はだってっていうか母子家庭の一般的なやっぱイメージだし、実際多いのはやっぱりですごく、ね、経済的にも不安定で困ってるんですよね、うんうん、僕だからそこは正直な言わないといけないところで困ってなかったんですね。つまり行きたい私立の高校に僕が行きたいって言って行かせてもらって、うん、で大学行きたいって言って、うん、投資してもらってるんですよね、うん、だから僕は母子家庭にもかかわらず経済的に恵まれてたってことが、うん、すごい自責の念みたいなのが強くて、うん、そういう気持ちなんですよ。だから影響を与えたとすればそういう気持ち、うんうんうん、まあこれはちょっと明らかなんですけどね、どういう方に今後利用してもらいたいかっていうのもまあね、ご覧いただいている方とかご存知の方はよくよく知ってらっしゃるんですけど、あね、なんかこう宣伝目的ね、じゃあどのような方にこう利用してもらう、誰に使ってもらいたいかってことですけど、うんうん、さっきもちょっとおっしゃってますよ、ね、そうです、うん、まあ結局、ね、困ってるならまあ見てほしいし、うん、僕らクソの利益にもならないんで、ね、もうすごい宣伝いたずらに進める必要もないんですよね、うんうん、だから本当に使いたいっていうのは、例えば類似サービスね、いろいろあったりして、うん、ほら一番大きなリクルートさんの受験サプリとかね、いろいろ見て比べて僕らね、何のお金も取らないし、もう YouTube に上がってるんでね、うん、それ見て便利だったら使ってくれたらいいっていう感じですよね、うんうんうん、まあビジネスね、ビジネスモデルって言うとって言えばね、何通りか何通りかね、やり方、うんうん、いろいろサラリーマン的には出てくるんですけど、うんうん、でまあぼちぼちやってるんですよ、うんうん、だからもちろん直接ユーザーの迷惑にならない形で、うん、まあそういうああいうのを見ていて、ああいうことを言う方々はなんでそんなことを言われるのかなって靴下まで投げますかね。いやいや、個別的な原因がやっぱありますよあ、そうですか。いや単純にもう本当仕事の憂さ晴らしでね、ツイッターで見つけた記事にケチつけたい人もいますし、いや、例えば予備校業界な、例えば茂木先生とか、あ、茂木先生ですか。あ、これなんかインタビューにね、ネットで上がってますけど、はい、いや、あの人といえばでその茂木先生と僕のなんか出版を記念した対談っていうのがあって、これ説明しますとね、1時間ぐらい、そう、ほんで集英社さんが呼んでくれたわけなんです。 あの人はちょうどその無欲をぶつぶせ言ってて、うん、もうこれ外出る分かってるかって怒りに来てたんですよね。怒るぞというテンションで来てて、そうなんですね。でいろいろね、議論の仕方とか、うん、もろもろあるんですけど、うん、僕はあのインタビューの一番の僕が前向きに反省すると思ったら、うん、知識量とか、うん、経験とかで僕の場合言ってる人と僕が並んだら、うん、唯一勝てるのって若さなんですよ、うん、若さってイコール、うん、なんかこう情熱の大きさとか、うん、なんていうの、うん、なりふり構わず、うん、そこで戦略的に怒った茂木さんに、うん、なんか僕は勢い負けしたんですよね、あのインタビューって、うん、それが僕にとって全てで、結局僕の方が正直に生きてなかったんですよ。あ、そうなんですか。だってもともと今まで飛び立つみたいな、その日が照ったみたいな話をして、それって自分にあたかも自分に正直になってガッてやるっていうことじゃないですか。僕もそう思ってて、でも3年間こう事業を実際に始めるってことはすごい苦痛と日々の泥臭いタスクにまみれてるわけじゃないですか。やっぱ気づいてたら視点が下がってるっていうか、過度に現実主義になってるとこがあって、一方であのおっさんはいつまでも理想に跳ね回ってるんですよね。あの場でだからオスとしてどっちがかっこよかったかって言ったら茂木さんの方がかっこいいんですよ。あ、そうなんですか。そう思いません。いや、思わなかったですね。あ、そうか、あ、そうだ、悪者下げる、大人げないなっていう感覚はちょっと正直受けた。でも多分本人もバカな人じゃないから、あれがいかに大人げないかとか、いかに自分のものを置いてるか分かった上であんだけやるって、そうですね、すごいね、すごいなって思います。すごいですね。あ、そうですね。